耳かき専門店とは、耳垢を除去する行為、耳かきを主体とするエステやリラクゼーションのサービスを行う店舗のことである。耳かき店、耳かき屋、耳かきエステ、ジエステ、イヤーエステなど様々な呼び方がある。主に都会で癒しを求める人々に人気を得ていることが多い。耳かきを専門とする職業は、アジア諸国にも見られるが、ここでは現代日本のものを扱う。 また、耳かきの道具を販売する専門店も耳かき専門店と呼ばれることがあるが、ここでは扱わない。2005年7月26日に厚生労働省医政局長が各都道府県知事に対して医師法第17条、司会師法第17条、及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についてという通知で耳垢を除去することが、 非行為ではないと考えられることを通知した。それ以前から利用店での追加サービスとして耳かきが行われてはいたが、通達以降、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌など、日本の大都市を中心に耳かき、専門などを歌う店舗が増えてきている。一口に耳かきといっても、その業態は多様であるが、顧客は史実の結果としての健康増進や耳周りの。 心微性向上よりも、手術中の気持ちの良さを求める点が、各業態で共通して見られる。利用店では、男性の利用者が耳かきを行うことも普通であるが、専門店で耳かきを行う手術者は、女性が多く、口述の膝枕型ではほぼ例外はない。耳かきを掲げている店舗は、いずれも医療機関や手術所、治療院の類ではないため、 健康保険は全く利用できない。また、耳垢が硬化していると、医療機関の自備化に通院しないと除去できない場合もある。医療行為ではないとされるものの、道具を不衛生なまま使い回すと感染性の外耳炎、中耳炎、皮膚炎等の炎症や、血液感染する感染症を媒介する危険があるため、客ごとに道具の消毒、または取り替えを行うことや、耳内に、 炎症のある客に無理をして手術しないことが必須である。耳の使い。耳かきエステ専門店では、外自動にファイバースコープを差し入れながら手術するので、鼓膜の近くの耳垢も除去できる。ファイバースコープで見た耳の穴の奥実際に耳かきを行っている店舗の業態は多種多様であるが、ここではエステ専門店と膝枕型に大別する。耳に特化した。 エステティックサロンの一種。耳かきを行う手術者は耳かきを技能として訓練、されている場合が多く、利用者の資格を取得している場合もある。客は手術用のベッド、または背もたれ付き椅子に寝かされ、スタッフは白衣などを着用した衛生的な姿で、各種の耳かき、もしくは専用ローションを浸した綿棒で手術を行う。ファイバースコープを用いて、客の耳の穴の中を、 モニターで見せながら、手術を行う店もある。鼓膜に近い部分の耳赤除去も行うこともあるが、外児童の皮膚が自分での耳かきや体調により、荒れていたり、耳赤が耳備回での処置でなければ取れないほど、硬化している場合はその限りではない。耳赤だけでなく抜けた耳毛の産毛もかゆみの原因となるため、耳毛剃りの手術をする店もある。このか、耳や頭部、 コースによっては上半身や全身のマッサージなども行うこともある。客をリラックスさせるためにハーブティーなどが出されることもある。男性客も利用可能な店が多いが客層は女性が中心である。女性店員の膝枕による耳かきを売り物にする店舗。上記のエステ専門店に比べると手術者は技能的な訓練を受けていない素人、 アルバイト店員であることが多く、耳かき技能のレベルは様々であり、鼓膜の安全のために耳かき自体も耳の穴の深くまでは行わない。客も耳かきの技術は求めず、若い女性に膝枕をされることによる癒しやリラクゼーションを求める傾向が強い。したがって、女性店員を目当てとする男性客が多く、店のウェブサイトやブログなどで女性のプロフィールを 公開している場合が多い。下記の浴衣型,型と、純風俗店型がある。伊勢局長。医師法第17条、司医司法第17条及び保健師、助産師看護師法第31条の解釈について、厚生労働省。2009年8月8日閲覧。耳かきサービス発摘発、若返りトリートメントが、風営法違反容疑。産経新聞。 http://sankei.jpmsn.com a f f a i r s c r i m e 0 9 0 6 1 0 c r m 0 9 0 6 1 0 2 2 4 1 0 4 2 n 1 h t m 2 0 0 9年8月8日閲覧ありがとうございます